平野の使用、できないと言われた。最後に見せた悔しさをスルーする J5 用メディア。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日、キングプリンスコープ、プ平野使用、神宮寺雄太、騎士雄太の3名が脱退し、平野と神宮寺がジャニーズ事務所を退場した。 こうした中、最後の日に更新された平野のブログが波紋を呼んでいる。メンバー5人は5月22日、ファン向けの会員サイトジャニーズウェブのブログを次々に更新。23時前とギリギリのタイミングで更新したのは平野だったが、その内容が目を引いた。 平野は、最後のブログになりますね、などとはじめ、2012年の入所からの11年間についてファンへの感謝を綴ったのだが、その後にスからキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよなと、続け恩師である、小ジャニー北川氏に向けてジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。簡単ふ、 もし天国であったら怒られるんだろうなしょう、と書いたんです。当然、この目標とは、ジャニー氏と約束していたという世界進出のことでしょうが、それについて、できないと言われた、と書いているわけで、週刊文春、文芸春秋社、で報じられていた藤島リー恵子社長との確執を案に認めるような内容だったことで、ファンは騒然。 退場メンバーのブログは22日を最後に削除されるため、ブログが消されるギリギリのタイミングで平野がぶっこんだと話題になりただ、できないと言われたら仕方がないというハッシュタグで拡散されることにアイドル記者。 フミハルの報道によれば平野はグループの活動方針について2022年の初め頃から何度もジュリー社長に面談を申し出たものの何度もドタキャンされた挙句になんで一人で来るの仕事の話なら五人できなさいなどと言われしかし五人で改めて面談を申し込んでもドタキャンが繰り返されたといい 9月になってようやく実現したものの、ジュリー社長はまともに話を聞こうとしなかったとされている。平野は昨年5月発売の、毎夜上、終映者の一万字インタビューでは、決意表明みたいなことしていいですか としてようやく動き出せる準備ができたやっと僕たちの本番が始まる気がしているなどと予告していただけに2022年に入って海外進出に向けて動き出そうとしたものの事務所の反対にアイジュリー社長に直談判しようとして徹底無視され心が折れた。との見方も出ているが今回の平野のブロックのできないと言われたら仕方がないという文章に 平野の怒りや悔やしさを感じ取ったファンは決して少なくないようだ。しかし事務所側はこの平野の発信をブログが削除されたことをいいことになかったことにしたいようだ。メンバーのブログ更新については様々なメディアが報じているが、オリカンニュースは、キンプリ5人最後の日にブログで感謝と思い綴る平野氏をまたね。ティアラ。 と、市販への感謝の部分のみに、フォーカス。これにはファンから、大事なところが抜けてると思うのですが、チックアップするのここじゃない、できないって言われたってところ書いてよから、などとツッコミが殺到することに、似たような内容はテレビ局のニュースメディアやスポーツ紙なども報じていましたが大半がただできないと言われたら仕方がない。簡単フッの部分をスルーする忖度ぶり。 取り上げたメディアもあるにはありましたが、事実として淡々と文章を掲載するのみで、そのニュアンスに触れることはありませんでした。オリカンニュースのオリコン社は、昔ほどではないにせよジャニーズ事務所との距離が近く、ジャニーズにとってポジティブな記事をツイッターのプロモーション枠で宣伝することも多々ですが、これはジャニーズからの執行が背景にあるものと見られます。 ナメはジャニーズがお金を出して宣伝させているわけですね。そんなオリカンニュースは当然平野のジュリー批判とも取れる部分はチックアップしないでしょう。芸能記者。最後にまたどこかで会えたらいいね。またね。と綴っていた平野。次はできる環境に移って再び有志を見せることに期待したいところだ。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。